私も夫も衝撃を受けた。一体どうなってるのって。スイス人女性による日本への移住にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは。パーソナリティのアコです。今回は、一体どうなってる？韓国で10年暮らしていた外国人夫婦が日本に移住した結果の話題です。海外、選べるとしたら日本を選ぶ。外務省のデータによると、海外で暮らす日本人の数は合計で約130万9000人だそうです。日本人永住者が多いのはダントツでアメリカで、次がオーストラリア、カナダ、ブラジル、イギリス、ドイツと続いています。一方、出入国管理庁によると、日本に住んでいる外国人さんの人数は288万5904人で、これは日本の総人口の約 2% に相当します。出身国は中国が最も多く、次に韓国、ベトナム、フィリピンなどのアジアが多くなっており、現在は197カ国の外国人さんが日本で暮らしているそうです。そんな外国人さんの中には、日本以外の国で暮らした経験がある人もいます。母国や他の国と違う点が多く、日本での生活に驚くという人も少なくないようです。さて、今回ご紹介するのは、日本に移住してきたスイス人女性によるエピソードです。彼女はアメリカ人のご主人と韓国で暮らしていたそうですが、ご主人の仕事の関係で日本に来ることになったと語っていました。またアジアかと思った彼女は、実際に日本で生活するうちに様々なことに驚かされたそうです。一体どんなことに驚いたのでしょうか。早速ご紹介していきます。私は今、アメリカ人の夫と日本で生活している。私の出身はスイス。夫と結婚してしばらくの間はアメリカで暮らしていたの。その後、夫の仕事の都合で韓国に引っ越した。日本は私にとって3番目の移住先ということになる。私からすると、日本も韓国も同じアジアだ。だけど、実際に暮らしてみて、たくさんの違いに気づいたの。私は、結婚してずっとアメリカで暮らすんだって漠然と考えていた。ところがある日、夫に韓国に行くことになったと告げられた。数週間、数ヶ月の出張とかじゃなくて、年単位での滞在になると言われたわ。結婚して半年も経っていない頃の話よ。私は海外旅行の経験はあるけど、アジアの国には行ったことがなかった。だから、アジアで暮らすなんて想像もできなかった。とはいえ、夫と離れて暮らすのは嫌だし、夫と一緒に韓国に引っ越したの。夫は会社から長くても3年程度と聞かされていたそうよ。でも延長延長を繰り返して結局10年近く韓国で暮らしていたわ。長く暮らしているうちに大抵のことには驚かなくなった。驚かないというか慣れてしまって動じなくなったのね。韓国で暮らす家については夫に全て任せていたの。タイミングが悪かったのか探し方が悪かったのか、古くて半地下の部屋がある低層住宅の一室に決まった。わざわざ家探しのためだけに韓国に行くのは大変だから、事前にインターネットで物件を調べておいたのよ。そして韓国に行ってから物件を内見して、住めるレベルの部屋に決めたの。インターネットで良さそうと思っても、実際に見ると全然違う部屋が多い。まるで詐欺にあった気分だったわ。良さそうと思っていた物件の半分以上が想像と違っていた。内見をして、ここならっていう部屋に決めて、あまりにも汚いから掃除業者に掃除を依頼したの。その間はホテルで生活していたわよ。本当は別の部屋が良かったんだけど、いい部屋は空いているとすぐに入居者が決まってしまうらしいわ。急に韓国に行くことになったから、私は韓国語の勉強をしなければいけなかったの。最初は全然わからなくてかなりストレスだった。話が通じないと相手は露骨に嫌な顔をしてくるし。アメリカと違うなって思ったのは他人に干渉する人が多いこと。これもストレスだった。自分の意見を主張する人が多いし、外国人である私と韓国の人を比べる発言も多かった。実は韓国にいる間に引っ越しをしたの。というのも、最初に住んだビラがある地域はあまり治安が良くなかったから。
韓国でヴィラと呼んでいた建物は日本ではマンションと呼ぶみたい。アメリカでマンションって言うと広大な大邸宅を意味する。日本のマンションはアメリカで言うアパートメントかしら。国によって言い方が違うから気をつけた方が良さそうね。その地域ではちょっと怖い思いをしたこともあるし、夫と相談して別の場所に引っ越したのよ。その時も大変だったわ。契約期間中に引っ越しを決めたからか、大家さんはすぐに募集をかけてしまったの。私たちがまだ住んでいるのに部屋を見に来る人がいるのよ。しかも新しい入居者が決まったからって引っ越しの日を決められてしまったの。大家さんとしては家賃収入の方が大事なのよ。私たちに反論の余地はなかったわ。夫は仕事があるし、日中は私一人で引っ越しの準備をしなければいけなかった。バタバタと世話しない引っ越しを終えて、割と治安のいい場所にあるヴィラで暮らすことに。後から聞いた話では、次の入居者が決まるまでは退去できないこともあるらしいの。それも困るわよね。韓国は思っていたより物価が高くて驚いたわ。日本に行ってから日本の方が安いかもって感じたもの。韓国の道路は舗装されているところとされていないところがあって、気をつけて歩かないと足を痛めることがある。怖いから夜は出歩かないようにしているけど、もし暗い道を歩いたら段差でつまずいて転びそうよ。それに観光地じゃない普通の住宅街はゴミがかなり多いの。ゴミを捨てる場所が決まっていないから、みんな道路脇に適当にゴミを出す。そしてゴミ収集日になるまでそのまま。アメリカも場所によってはゴミがひどかったけど、それ以上だと感じたわ。スイスの街は綺麗だったから、世界にはこんなに汚い街があるんだってびっくりしたわよ。食べ物に関しては大きな問題はなかったかな。最初はキムチに驚いていたけど、慣れてくると普通に食べていた。もしかすると、このままずっと韓国に暮らすのかもしれないって思っていたし。正直なところ、スイスかアメリカに帰りたかったけど、夫と離れたくないしね。そんなある日のこと、夫から今度は日本に行くことになったと言われたの。日本滞在は長くて1年程度って言われたわ。でもこれも当てにならない。韓国に10年以上いたんだもの。それにしても、またアジアの国かって思ったわ。今度は日本語を勉強しないといけない。また最初からやり直すのか。日本語を勉強して、日本の習慣を覚えて、日本の人とうまくコミュニケーションを取るコツをつかまないといけない。韓国での生活に満足していたわけじゃなかったから、たとえアジアでも他の国に行けるならとも思ったわ。そして日本へ引っ越しすることになり、私も夫も衝撃を受けた。一体どうなってるのって。とにかく治安がいい。夜でも街を出歩けるなんて、韓国でもアメリカでも無理だったことができるの。実際に夜外出してみたら、一人で行動している女性が多くて驚いたわ。深夜の時間帯はどうかわからないけど、暗くなってからも外に行けるのはすごいと思う。近くにあるコンビニまでちょっと一人で買い物に行ってくるなんてことが平気でできるのよ。電車の中で危険を感じたこともないわね。小さい子供が一人で電車に乗っているのを見て、日本って本当に安全なんだなって思った。スイスでは歩いて学校に行く子供が多いけど、韓国やアメリカでは送迎が一般的。夫の話では電車の中で寝ている人が多いのだそうだ。電車の中で寝るなんて、荷物を持って行ってくださいって言っているようなもの。でもね、私もよく電車内で寝ている人を見かけるようになったけど、荷物をなくして騒いでいる人は見たことがないの。電車の中や駅構内はすっきりと片付いていて気持ちがいい。電車は時間に正確だし、ゴミは落ちていないし、電車に乗るときはみんな列を作って並んでいる。治安が良くて清潔感があって、みんながマナーを守っている。驚くというより感動したわね。どんなに混んでいても前の人を押しのける人はいない。綺麗なのは駅構内だけじゃなくて街中も同じ。ゴミ箱からゴミが溢れていることもないし、一体誰が掃除をしているのかしら。
そういえば日本に来て空気が綺麗だと感じた。韓国は空気が汚れていると思うの。雨が降ると車がものすごく汚くなるのよ。私たちの車は白かったから余計に汚く見えたわ。日本で車に乗るようになったとしても韓国ほど汚れないんじゃないかしら。そうそう、車で思い出したことがある。アメリカや韓国では車の運転が荒い人が多い。日本の人は車の運転も丁寧なの。クラクションを鳴らす人は稀だし、タクシーに乗って怖い思いをしたこともないわ。信号のない道路でも歩行者がいると車は速度を落として走る。日本のタクシーってドアが自動なのよ。ドライバーが座ったまま後部座席のドアの開閉をしてくれるの。初めて見た時は本当にびっくりした。韓国もアメリカももちろんスイスもタクシーのドアは自分で開ける。韓国では昔タクシーが自動ドアだったらしいわ。だけど韓国人の国民性の関係で自動ドアから手動に戻ったとか。どういうことかというと、韓国の人はスピードを重視する。それで自動でドアが開くのを待ちきれない韓国人が自分でドアを開けてしまい、ドアが故障してしまったことがあるそうだ。韓国に10年以上住んでいた私ならわかるわ。韓国の人はせっかちなのよね。日本のコンビニのことも触れておこう。アメリカや韓国にもコンビニはある。あ、スイスにはないわ。スーパーで買い物するのよ。アメリカのコンビニは品揃えがいまいち。それに歩いて行ける場所になかったから便利ではなかった。治安が悪いところのコンビニには絶対行きたくないって思っていたわ。韓国のコンビニは日本と同じ24時間営業のところが多い。商品も充実していて買い物するには便利だった。韓国と日本のコンビニの違いは店員の態度とトイレよ。韓国のコンビニでは店員の接客態度が悪かった。コンビニに入って店員と目が合ったとするでしょ。何も言わないどころか目をそらすの。日本のようにいらっしゃいませなんて言われたことあったかしら。壁にもたれて携帯をいじっている店員もいる。夫に話したら、韓国のコンビニの時給はものすごく低いからサービスを求めてはいけないって説明されたのよ。そして韓国やアメリカのコンビニにはトイレがない。日本のコンビニを知る前だったからそれが普通だとばかり思っていたのよ。日本のコンビニでトイレのマークを見つけた時、何かのジョークかと思ったもの。でもそれはちゃんと使えるトイレだったわ。しかも清潔でトイレットペーパーがある。驚いたわよ。韓国だと汚い公衆トイレを我慢して使うことになるもの。もしくはレストランとかファストフードのお店のトイレ。それが日本だったらコンビニの綺麗で安全なトイレを使えるのよ。買い物をしなくてもトイレだけ利用してもいいみたい。さすがにトイレだけ使ったことはないけど、ものすごくサービスがいいと思った。韓国ではトイレットペーパーを流せないトイレが多くて困ったこともある。使用済みのトイレットペーパーを入れるボックスはあるんだけど、ゴミが溢れているし汚いし臭い。つまりできることなら使いたくないトイレというわけ。公共トイレの清潔さや安全性、使いやすさで言ったら日本がトップよ。ドアはしっかり閉まるし、トイレットペーパーは絶対にあるし、掃除が行き届いていて綺麗。カフェやレストラン、ファストフードのトイレは鍵がかかっていないから気軽に使うことができる。アメリカや韓国の場合、トイレにロックがかかっていることがほとんど。お店の外にあるトイレや共有ビルにあるトイレはまず間違いなくロックされているわ。キーをもらうか暗証番号を教えてもらってからじゃないとトイレを使えないの。治安の問題だろうけど、日本の公共トイレに慣れてしまうと他の国のトイレを使いたくなくなるはずよ。男女共用のトイレもないし安心して使える。ウォシュレット付きの公衆トイレまであるんだから夫も驚いていたわ。日本に引っ越しをして驚いたのは部屋が最初から綺麗だったこと。韓国のビラはどこも汚かった。韓国のビラは入居前に掃除をするのが普通だった。ところが日本の物件は内見の段階ですでに綺麗になっているの。
これなら簡単な掃除をするだけで済めるって驚いたのよね。日本では賃貸物件の退去時には居住者がある程度掃除をするのが基本らしいわ。そして管理会社が掃除や修理、点検もするそうだから、引っ越し前に掃除業者に依頼する必要はない。家具や家電を買い揃える必要はあったけど、日本の製品は優秀だと聞いていたから選ぶのが楽しみだったわ。日本の家はお風呂とトイレが別になっているのよ。スイスでもアメリカでも韓国でもトイレとお風呂は同じスペースにあった。日本ではお風呂とトイレが別になっているから、誰かがお風呂に入っていてもトイレを使えるの。それにトイレの床がびしょびしょになって滑って危ないってこともない。綺麗なお湯をたっぷり使えるし、バスタイムが楽しくなったわ。そんな日本でも大変だと感じたことがある。それは言葉。韓国に引っ越した時は韓国語を勉強して使いながら覚えていこうと思っていたの。でも英語の方が通じることが多かった。韓国語が間違っていると全然分かってもらえなかったし、英語が通じる場面が多いのはありがたかったかも。日本だと英語が通じないことの方が多いわ。だから頑張って日本語を勉強して、なるべく日本語で会話するようにしていたのよ。韓国と違うなって思ったのは、拙い日本語でも理解しようとしてくれる人が多いってこと。たとえ間違っていても意味がわかるまでちゃんと話を聞いてくれる。紙に書いて説明してくれる人も多いの。みんなそれぞれ忙しいはずなのに、私の話に耳を傾けてくれるのよ。これは嬉しかったし、とてもありがたかった。おかげで近所の人と日本語で会話できるようになったわ。日本に行くことが決まってから、韓国で日本料理を食べたことがある。どれも珍しくて興味深かったんだけど、ものすごく美味しいとは思わなかった。でも、日本に来て同じメニューを食べたら、美味しくて驚いた。特に日本の方が美味しいと思ったのはトンカツよ。それ以外にも、いろいろなヘルシーな美味しい料理があるし、食べ物は日本の方が合っていると思う。日本は暮らしやすい国だ。韓国とは全然違う。日本に来て半年くらい経った頃、夫は上司から残り半年も頑張ってくれって言われたらしい。つまり、あと半年でまた違う国に行くってことよね。でも、夫は上司にこう言ったそうだ。私も家族も日本での生活が気に入っています。あと半年ではなく、このまま日本で働き続けたいのですが、どうでしょうか。私に何の相談もなく、上司にそう伝えたっていうのよ。まあ、でも私の様子を見ていればわかるのかも。つい最近になって、私は日本でパートタイムの仕事を始めた。毎日が充実していてとても楽しいの。娘も日本での生活に満足しているし、できればこのままずっと日本で暮らしたいわ。夫の話だと、上司はその場でノーとは言わなかったらしい。それに、他の部署と連絡を取って、夫の希望を伝えていたとか。もしかしたら日本にいられるかもしれない。私は、一生日本で暮らしてもいいとさえ思っている。きっと家族もそのはずよ。来月にははっきりするって言うから、今から楽しみにしているのよ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外からたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。移住先を選べるとしたら日本を選ぶよ。日本人が日本以外に住みたいなんて思わないんだろうな、きっと。また日本がアジアを制覇したか。日本より住みやすい国は他にはないだろう。コンビニに綺麗なトイレがあるってすごいと思うわ。そもそもこっちではトイレの利用はできないからね。一度日本で住んだら終わりさ。それ以外の国では住めなくなるよ。それを理解できるのなら住むのは悪くない。俺は日本で暮らして、もう日本以外では無理って3日後に分かったんだ。安全ってだけの理由で日本に来たんだ。俺の選択は間違ってなかったよ。日本人は働きすぎだけど、その部分以外は退屈なカナダと比べたら最高の国だったわ。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したスイス人女性は、
日本に移住して様々なことに驚いたそうです。韓国で長年暮らしていた彼女は韓国よりも暮らしやすいと感じたようです。もしもご主人の希望が通れば、このまま日本で永住することになるかもしれませんね。でも日本を気に入ってくれたようで何よりです。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で、アコがお届けいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。